今指定練習もあのフレーム自転車も乗ってみたと思うんですけれども、はい、そのあたりどうですか。はい、久々に鉄フレームに乗ったんですけど楽しいですね。はい、なんか鉄は鉄の良さがあって、カーボンとかロードは違う良さがあるので、明日はこの自転車でレースしてるんだなと思うととてもワクワクします。そしてこの伊藤は2回目で33バンクというところは、競技に近い部分もあるかなと思いますが、そのあたりどうでしょうか。はい、競技に近い、周期が短いバンクなので、走り方はある程度僕は知っているなと思いますので、長所を生かして走っていきたいなと思っております。はい、まずは今回復帰戦ということなんですけれども、このちょっと負傷欠場というのは怪我の具合というのはどうなんですか。そうですね、まだ治りきってはいないんですけど、走って戻すという意味で、はい、頑張ります。はい、直前もこうどうでしょうか、どのくらい自分の中では戻っている感覚というのは。そうですね、6、7割ぐらいですかね。はい、では初日走ってというところだと思うんですけれども、まずは初日どう戦っていきますか。谷口君の番手主張します。ここまでは間はどう過ごされたんでしょうか。今回は中1週間ぐらいあったんで、しっかり練習できたと思います。33バンクとなりますけれども、印象としてはどうですか。そうですね、33はどちらかというと得意なので頑張りたいです。さあ、それでは、まずは初日ですけれども、谷口選手もラインができそうなんですけれども、どんなところポイントになっていきそうでしょうか。そうですね、ラインができるんでしっかり主導権取れるような競争がしたいです。そうですね、ちょっと思うような展開にならない部分が最近多かったんですけど、その中でもちゃんとレーンに絡めてたり一着取れたりしてるんで、流れ自体はちょっと良くなってるのかなとは思っています。そしてここまでは間はどのように過ごされました。ちょっと疲れもあったんで休養と、で休養取ってからしっかり練習もしてきました。33バンクっていうのは印象はいかがでしょうか。そうですね、伊藤は前回ちょっと失敗しちゃったんですけど、その前1月来た時、後輩もいてっていうのもあったんですけど、準優勝もできたんで、それなりに走りやすいっていうかいいイメージはあります。